今ゲート通って、ゲートない、なんて言えばいいんだろう、今ゲート取りました、通りました、通りません、通りません、通ってます、通りませんで、通りました、通りました、通りました、今から入国審査が怖いです。頑張れ、入国審査頑張れ、パスポート、いや、あと1時間後に出発なんで、ちょっとご飯とか食べつつ時間潰してロサンゼル空港に行きます。ダメだ、波が黒くてよくわかんない、真っ暗だ、真っ顔が全く見えない、なんか逆光で。大好きな、やばいな、もう撮りたい、撮りたい、もうそろそろですよ。みんな結構気ままだな、自由気ままだね。あ、ウィンレット TV ですか。ウィンレット TV 使うのですか。俺使うの。今のやばかったね、だいぶ。車掌様、橋尾翔一郎様、渡辺様、渡辺美咲様、どうぞお急ぎ84番搭乗口にご搭乗ください。楽しみだな。楽しみ、早くやりてよ、ゲームが。そっちか。まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだろ。あ、ネット遊んでくれば、遊んでくれば、そこで。いやー、プレステ持ってここでやる。あそこでモニター置いて、キッズに見せる。見せつける。うまいだろ。うまいだろ。3時間？あ、パンが落ちた。パンが落ちた。パン。それから4時間ぐらいかけてロスに行きます。はい。ジルちゃん、カメラ任せた。どこ行く？ロサンゼルス空港に着きましたで、これからちょっとお茶してから宿泊先に向かいたいと思います。挙動不審レッド、はい、めっちゃゲームがやりたいな。なんか飲み物いらないんですか、いらないんですか。何があるのか、何だろう。West Coast people are different, more nice than East Coast. Ah, true. It's, I, for some reason I feel that, so, yeah. Like, a lot of my... How long are you guys going to be here? I think I've seen this area.
うん、着いたよ。ちょっと見えるかな。着いた。着いたぞ。すごい。超高級住宅街ですね。で、僕たちはここにステイします。一軒家ここね、丸々借りたんで、プールもついてるらしいです。バケコ。Are you guys ready? ところどころにもバスケットゴールが。今から買い物に、スーパーに買い物に行きます。めっちゃ天気いいな。なんだこれ、なんだこれ。今から行きます。眩しいけどめっちゃ暑い。あのね、けどでもめっちゃちょうどいい。暑くもないか。でも日差しがやばい。帽子つけといてよかったな。ウィンレット TV。 あんってあんさあ何を。すごいマジで近くの公園すげえ。ボーリング、マジで GTA の世界。なんでありがとう。あ、ま、今日の夕食です。筋肉まん飯。一個あげる。はい、というわけで宿泊先に着きました。で、この締めを撮ってるのでちょっと別の日なんですけど、パート1はこれで終わりたいと思います。飛行機でね、一睡もできなかったんで非常に眠たいので、まず体を休めて、明日に現地のエイスさんからモニターをね、いただけるので、そこでやっとここでのゲーム環境が、セットできます。20日間のね、練習がやっとそこで始められる感じです。で、ちょっとね、やっぱ見た感じゲームプレイの動画をね、出せる、撮れるね、環境がちょっと厳しいかなと思うんで、まあこういう実写動画がメインになるかなと思うんで、アナハイムに向けて練習頑張ります。で、この宿泊先もめちゃめちゃでかいんで、一軒家借りたんでめちゃめちゃでかいんで、まあ、このそのね、家の単体、家の紹介動画を単体で考えてるんで、まあ、それもね、楽しみにしててください。まあ、こっちでのね、ゲーム環境動画紹介みたいなのもしようと思います。というわけで、よかったらグッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。